ガオー浜田山虎の子不動産ですこんばんばはバンクシーは謎が折りの作家です2018年競売大手サザビースがロンドンでオークションにかけた風船と少女が1億5000万円で落された瞬間額縁に仕掛けられていたシュレッダーで切られた事件は衝撃的でした 世間では高額で絵を取り引きするアートビジネスへの批判という見方がある一方サザビーズは知りながらバンクシーの仕掛けを黙認したのではいわば凶暴との噂も根強いですいずれにせよ騒動による作品の価値がさらに高まったことは間違いありませんバンクシーは英国の南町プリンストル出身とされますがいまだに正体は不明です 非合法なグラフィティィテテアーティストから出発、大規模なプロジェクトを世界各地で仕掛けたり作品が高額で取引されるようになった今でも匿名性を守り続けています落書きは書いた瞬間から上書きされたり消されたりすることを定めから逃れられません違法行為だから本名で作品を世に問うこともできません 作者の手を離れた瞬間、作品はその場を通りかかる人々に運命を託します。刹那的なグラフィティの世界から出発したバンクシーンが展覧会批判なので、作品の面をコントロールしたい意識を強く持つことにも矛盾を感じます。それでは、お先に失礼します。